たさっきの道みたいに崩れてなきゃいいんですがね。登山者向きって言っても割と道はっていうかちゃんとしてますよね。体力さえじゃなんとかなりますよ。これ夏は汗だくでしょうね。いや本当涼しいってか寒いんでちょうどいいって感じですよ。なんか平らなとこが出てきましたよ。お稲荷さんですね。きついというよりは暑いんでもういろいろと外して軽くしました。この手の服を実用で着るにはいろいろとこう温度調節のことを考えないと着られたもんじゃありません。そういう風も考えて作ってあります。また歩いていきましょう。しかしやっぱり登る人は少ないですね。下ってくる人ばっかりです。いい感じの木漏れ日ですね。まあ、柵とかないんで自己責任ですね。いい感じですね。本当、登りの人っていないですね。ところどころ荒いとこもありますが、まあ、体力次第ですね。そんな落石がひどいとかって損じゃないんで。この季節で半袖になっても虫に刺される心配はないんで助かりますね。夏場で暑いからって下手に T シャツ短パンを山の中でやると蚊とかそういった虫の餌食ですからね。もう11月も半ば過ぎりゃ虫なんていませんからね。こ
こういう山道っていうのは登るより降りる方が大変っちゃ大変ですよね。登る方は次のこう段とかの高さ分かってますが、降りる方は次のこの足を下ろすところの位置の高さが分からないっていう、そういうので踏み外したり転んだりとかありますからね。まあこの上りで頂上でバテちゃっても、まあ最悪ケーブルカーで帰りはずっと降りやいいんですからね。高尾山はそういうとこ緩いんで楽っちゃ楽ですね。ブルックナーの交響曲は山登りに似てるって言われますが、突然旋律が変わってなんか別の場面に移るという、まあ唐突もない展開をするんですが、山登りっていうのもこうちょっとした峠を越えたり角を曲がったら全然こう景色が変わってくる、そういうのにまあ見立ててブルックナーのシンフォニーは山登りに似ているってまあよく言われますね。まあブルックナーという人がオーストリアの山の中で育ったんで、そういうのも影響してるんでしょうね。こういうところで鳴らすんだったら何番がいいんですかね。まあ定番の4とか7ってどうですかね。まあ私は初期のっていうか初期の匂いのする6番も好きなんですけどね、なかなか演奏会にかかんないんで聞く機会がディスクでしかないという。さっきまで上りだったんですが、こっから下っていきますね。本当山登りっていうのは初めて来たところは次に何があるかわからない。まあそれにここそこそこ道もいいんで初心者にはいいのかもしれないですね。まあ道が行ったって、まあ、ちゃんと歩ける人がっていう前提ですけど、まあすれ違う中にもかなりのご高齢の方もいるんで注意して歩きゃ大丈夫でしょう。もっとこう激しい景色の移り変わりがあると思ったんですがね、なんか単調で飽きてきますな。これもうこれ木の根っこが階段代わりですね。ワイルドですね。ここも桜が咲くということは花見ができると言っても、ここまで花見に来るのは根性いりますよ。今年の春先に鎌倉の源氏山に花見に行ったんですが、あれもきつかったですからね。うん、ここまで花見に来るのも相当なこれは覚悟と度胸とまあ決意がないと無理でしょうね。まあ本当体力次第ですね。体力あるいはどうってことはないですが、まあとにかく暑いのが私は嫌でね。なんか今ぐらいがもうちょい寒いといいですね。今ぐらいでもちょっと暑いくらいなんで、でもこれから季節がいくと緑が枯れちゃってね、あんまり面白くないんで、今ぐらいが、まあ、バランスが取れてんですかね。どんどん下っていきますね。なんかあんだけしんどく登ってきたのに下りっていうのはなんか損した気分になりますね。途中でこう休憩の平場がありながらじっくりじっくり登り道ならいいんですけど、道が下ると本当なんかせっかく上がってきた分損した気分になるんで、ちょっとね残念ですね。不快ですね。これ落ちたら下手すら遭難しますよ。これはしかもここ街路灯なんかないですからね。こう日が暮れてここの
道歩くのは自殺行為ですよ。せっかく下ったらまた上りが、まあ足鍛えにはちょうどいいですね、こういうのはね。ここに来て急にきつくなってきましたね。ケーブルカーの駅から上がったり登ったりで、これがラストスパートならもういいんですがね。こっち山頂の道で、こっちも山頂、ただし展望台、なんか屋根みたいにありますね。もうひょふんばりしてとっとと上がっちゃいますか。どうもここがてっぺんのようですね。かなり高いですね。といってもまだこう草木が邪魔ですね。冬なら逆にこれ枯れてて見晴らしがいいんでしょうけどね。展望台ってまあだけで、道はまだ続いてますね。ここで終わりっていうのもなんですからね。この先行ってみましょう。こっち側も奈落ですね。こっち側も尾根道ってやつですかね、これはね。まさかこれ人工的に整備したってわけじゃないですよね。自然でできたんだったら本当にちょうどこんなとこに道ができたもんです。まだまだ先はあるようですね。虫は嫌ですね。蛇出ることは出るんですね。ここはね、なんかね、出るみたいですね。まあこんなもの捕まえて食っちまえばいいんですがね。本当に。急に道が良くなりましたよ。これはなんか。あるんですかね。ちょっとあんまり道が悪すぎるんで、あえてこう整備してあるとか、ちょっとやっと終点が近づいてきたってとこなんでしょうか。道がいいのは一瞬でしたね。まだまだありますね。ここら辺だいぶ進んできてなだらかですが、また本当に洗濯板みたいな岩場が出てきたりとか、油断なりませんね。景色は単調なんですが、路面の状態が本当にいろいろと変化に富んでますね。またなんか立て札ですね。道しるべ。林道ね、こっちはもう一つあります。
ようやく頂上のようですね。あと一息ならいいんですがね。上空が透けてきましたね。そろそろ頂上かもしれませんよ、こりゃ。こんにちは。こんにちは。ごめんなさい。高尾山口からだいぶやってきました。もうどうやらもうほとんど到着のようですね。この階段を上がれば頂上のようです。あと一息です。行ってみましょう。すぐだと思ったんですが、これ意外と結構階段ありますね。もう空が見えてきました。もうちょっとですな。あとちょっとです。いやー、着きましたね。頂上です。